サッフォーは古代ギリシアの女性詩人である。出身地レスボス島で用いられたアイオリス方言ではプサッフォーと呼ばれる。名はサッフォー、サッフォーとも表記される。サッフォーシャルルメンギン、ある伝統的な説ではサッフォーはレウカディアンの崖から飛び降りて自殺したという。サッフォーは生前から詩人として著名であり、死刑ア島の主落祭に、 亡命の時期に彫像が建てられたという。またプラトーンは、サッフォーの死を高く評価し、彼女を、十番目のムーサとも呼んでいる。ムーサとは、アポローンに使える旧柱の芸術の女神である。歴史学上ではっきりしているのは、サッフォーは、レスボス島で生まれ、紀元前596年に、死刑や島に亡命し、その後、レスボス島に戻ったということのみである。 サッポーに関する文献は少なく、その生涯ははっきりしない。紀元前630年から紀元前612年の間のいずれかの年に生まれ、紀元前570年頃に亡くなったと考えられている。サッポーは、富裕な商人である、カーカイラズ・オブ・アンドロスと結婚したという伝承があった。しかし、ケルキューラースという名前は、サッポーの死に、 全く登場しないうえ、19世紀半ばに、歴史学者のウィリアム・ムレが、カーカイラズ・オブ・アンドロスは、ペニス・オブ・マンを意味する古代ギリシア語とよく似た音になることを発見し指摘したため、この伝承は、歴史的事実でなく、サッフォーが、同性愛と結びつけられることを踏まえた上での、創作による民間伝説であると考えられている。サッフォーは、彼女によって選ばれた。 若い娘しか入れないある種の学校をレスボス島に作った。また、様々な女性に対する愛の死を多く残した。そのため、サッフォーと同性愛を結びつける指摘は、紀元前7世紀頃から存在した。サッフォーの学校では、文芸、音楽、舞踊をはじめとする教育が行われたと言われるが、具体的な内容については、よくわかっていない。 サッフォーの死のうちの一部は、それら生徒のために書かれたものである。サッフォーエドアール・アンリ・アブリル。サッフォーは、このように、性愛画の題材となった、同じレスボス島出身の詩人、アルカイオスとは、死の交換などで交友があった。サッフォー自身は、アルカイオスと異なり、詩作において、政治と関わることはせず、主観の方向は、内的情熱に傾倒し、亡命の際以外、 政治への関与は避けた。作法の作品には五脚の三行と二脚の一行からなる四行詞が多く、この形式は殺法主体として知られる。またその詞の内容は好んで恋愛を主題とする。古来、作法の作として著名なものにアプロディテイの参加がある。殺法恋愛詩人としての作法は古代、ローマ時代にもよく知られ、オビディウスは、 女上詩、愛についての中で、今や札幌の名はあらゆる国々に知られていると述べている。その一方で後世には、札幌の作品は大敗的であるとみなされ、様々な非難を浴びた。古代ローマ時代にも札幌は非難の的となっていたが、その後、キリスト教が交流し、キリスト教学が独善的な性格を強めてゆくに従い、札幌の詩は、 反聖書的であるとされた。そして、キリスト教の力がエジプトにまで及ぶに至って、サッフォーの作品の多くが失われた。サッフォーの時間ジョン・エドワード・ゴットワード当時、サッフォーの詩は、エジプトのアレクサンドリア図書館に所蔵されていた。これは、アレクサンドリアが学問の都市であっただけでなく、キリスト教神道や、東ローマ帝国皇帝が、 無神論を含むギリシア哲学や観察に基づく科学を聖書を冒涜するものとして非常に迫害するようになるとギリシアの学者たちはキリスト教の力の及びにくいエジプト属州へ逃げて学問を続けていたためである。しかしそのエジプトにもキリスト教の力が及ぶようになり415年にはアレクサンドリアで ギリシア学問の学校の女性校長であり著名な数学者、哲学者、無神論者でもあったヒュパティアがキリスト教徒によって裸にされて吊るされ全身の肉をカキの貝殻でそぎ落とされて残殺されるという虐殺事件が起こった。さらにエジプトを統括する司祭の指揮のもとキリスト教徒はアレクサンドリア図書館をも破壊し蔵書を焼き払った。所蔵されていた 大量の貴重なギリシア学問やヘレニズム学術の成果が全て消失し、サッフォーの死もまた失われた。サッフォーの一部の死は、キリスト教徒の迫害を逃れてサーサーナサ、ペルシアへ亡命した学者たちにより現在まで残っている。前述のようにサッフォーは非常に女性同性愛と結びつけられやすかったため、現代ではサフィックは女性同性愛者を サッフィズムは女性同性愛を示すのに用いられる。また、女性同性愛者を呼ぶ一般的な故障であるレスビアンもサッフォーがレスボス島出身であることに由来する。ちなみに英語でレスボス人はレズビアンと表記されるが、これはレズビアンのレズビアンと同じ綴りである。そのことから同等の現代の一般名称は ミティリーニ等の名称に好んで変えられて呼ばれている。器の断片に残るシャホンリ・ドーフ2002、ピアニッシモ、2056、N7、中作法の最後については、遡れば、メナンドロス、紀元前342から292あたりから、私森のパオーンに恋をして、ルーカディアの崖から飛び降りたのだろう、などと語られてきたが、これは、現代の学者からは、 歴史的な事実ではないとみなされており、おそらく喜劇詩人が作り出した話か、あるいは、サッフォーの非自伝的な詩を彼女自身の話として、誤読してしまったことが原因で作り出された話だろうと推測されている、ジョエル・リドーフ。サッフォー、ラダタスザヘタイラ、イン、クラシカルフィロロギー、ジュライ2002。 ピアニッシモ203-237ピアニッシモ205から206ありがとうございます